嫌よね。まったく何考えてんのかしら。安心して街歩けないじゃんね。さっさと捕まえてほしいもんだわ。お役所は何やってんのかしらね。そうよね。連続爆弾魔のこと？そうそう、怖いったらもう。何しろ何が標的になるか全然わからないでしょ。この前なんか斜め前の店の看板が爆発したのよ。まああんな下品な看板なくなってせいせいしたけど。あんた、あそこのママが美女カードになったの。まだ根に持ってるんでしょ。美女カード？何それ？ほらそれ、巷じゃちょっとブームよ。なんだこりゃ。前から気になってたんだ。銀の銃弾のネックレスってかっこいいな。これちょうだいよ。ダイ、お守りなんだ。ケッチ、悪いな。今日はまた派手にやってくれましたね。まったくな。ポスト、自転車、看板、今回はヘンテコビル。お遊びのつもりかもしれねえが、とっ捕まえたらただじゃ済ませねえぜ。おい、担架持ってこい。はい。おいおい。いや、大輔、てめえこんなとこで何してんだ。ちょっとね。砂遊びはもう卒業したんじゃなかったのかよ。たまにはいいもんだぜ。エジムンドも一緒にどうだい。大人は忙しいんだよ。そりゃ大変だな。うわぁ、ジェイ。その感じだと今日中にたまった報告書は出してもらえるんですね。あっち行ってろ。誤字脱字はやめてくださいね。二度手間なんだから。え、何これ、ジェイの破損報告書じゃない。行動報告書がどれだけたまってると思ってるんですか。ジェイの修理の時には出してくれって言われてるだろ。確かにベルッチ博士はそうおっしゃいますけど、後で送っても問題はないはずです。まあね。ですから、溜まっている報告書を出してください。ジェイ、外傷はないよね。大丈夫だ。そう、よかった。アントニア、今日もキュートだ。ありがとう。外的反応塩酸処理は異常ないみたい。こっち。ベルチャー博士、さすが早いな。座ってジェイ。自律神経反応値コンマ5下げてみてくれる？オッケー。関節に抵抗があるわね。ふん。アントニア、脂肪が落ちている。きちんと食事はとっているのか？私は平気よ。それよりもあなたの怪我が心配だわ。男は我が身を安易に気遣うことを潔しとはしない。そうね、ジェイ。できたよ。それでいいか？ええ、ありがとう。ダイ、ジェイがダイを守るために傷つくのは仕方ないことだと分かっているわ。相棒だからな。だからあなたも不用意な行動は控えてもらいたいの。ジェイを無駄に傷つけないで。
わかった。これからは気をつける。ダイ、ちょっと待ちなさい。顔に怪我をしてるわ。使いなさい。よう、キュートなお二人さん。相棒は修理中か。さすがに早耳だね、将軍。戻ってくるまでおとなしくしてることだな。なんだそりゃ。お前は弱くない。だが相棒ほど強くはない。マシーンと人間を一緒にしないでくれる？何これ、トレーディングカード？これ街中で盗み取りしてるだろう。ったく趣味悪いな。欲しければ持っていけ。え？なんだよ。知ってる知ってる、街の美女カードでしょ。ええ、そんなに流行ってるわけ？知らないの？街中の男どもがこのカード集めまくってるじゃん。どうやってさ？裏だよ裏。多分盗撮だから。どこで作ってるか知ってる？知るわけないじゃん。だよな。種類もさ、いろいろあってね。じゃーん、ジュニアバージョンだよ。マニアだな。不謹慎。情報収集。うん、フィアのカードもある。え、本当だ。知ってるやつが結構いるな。ねえ、私のは？これ美女カードだぜ。スペシャルって？言葉の通りだろ。確かに美人だもんね。変わり者だけど。そうか？そうよ。ジェイ、念のためだけど最後に全アルゴリズムのチェックをするわ。了解だ。少しの間眠ってもらうわね。お前もだ、アントニア。もう34時間作業をし続けている。ええ、そうするわ。おやすみなさい、ジェイ。いい眠りを、アントニア。あとはお願いね。この前の爆破はどこで知った？偶然だよ。あの連続爆破事件はこっちの管轄だ。分かってることがあったら素直に吐け。知らねえって。朝っぱらからテンション高えな。相棒は？用事なら俺が受けたまわるぜ。てめえじゃ役に立たねえ。サスペンションを調べたかったわけだ。そうさ、行き詰まってるみたいじゃない。黙れ、役立たずな。こんなところで油売ってるとまた出し抜かれるぞ。クソガキ。また だ、 またやりやがった。何時間の遅刻だと思ってるんですか？へえ。埃だらけでソファーに寝転ばないでください。ありがとうございました。激安レストランレポートでした。明日のランチタイムが楽しみですよね。でも私はダイエット中なのでちょっと心配ね。
また中継が入りました。現場の中井さん。はい、現場です。午前6時20分に起きた爆発事件の被害は確認された数だけでも死傷。だが、あいつがいねえとめんどくせえな。ランチに行ってきます。何してるの？ランチです。最近通ってるんだって。珍しいな、苦手じゃなかったっけ、こういうところ。座らないでください。いいじゃん、飯ぐらい一緒に食ったって。拒否します。いつもの。あいよ。どうした、大ちゃん、元気ねえじゃねえか。疲れてんの、労働してるから。そうか、じゃあニンニクたっぷり入れといてやるよ。ありがとうさん。いいだろう、やっと手に入れたんだぜ、スペシャルカード。苦労したぜ、あっちこっち手回してさ。しかしいい女だよな、そのカードの女、まさにスペシャルだぜ。じゃあそういやここんとこ相棒見ないけど、どうしたのよ。はしかで有給休暇中。はしか？よう大ちゃん、ご無沙汰じゃねえか、久しぶりにやるかい。そういやあのでっかいのはどうしたんだ、最近見かけねえじゃねえか。ちゃんと写真撮られたかな。最近どうよ。いつでも上々さ。そうだ、面白いもんやろうか。どれがいい。たく、どいつもこいつも。何しに来た？ん？うろちょろすんなって言われなかったか、坊や。らしくないな、へこみやがって。これだけ好き勝手やられてへこまないやつはアホかマシンぐらいだ。確かにね。相棒は？都市安全管理局のセントラルサーバーにもそれらしいデータは見つかんなかったよ。坊やが調べたのか。一つ貸しだな。もっとマシなネタ出してからやばりやがる。手がかりはないのかよ。パターンも目的も皆目見当つかん。扱ってる爆弾も種類は豊富らしい。豊富ね。ポストとか小さいもんを爆破するときは簡単なものを使うが、巨大な建築物になるとかなり精密なもんになる。が、中央にメインの爆弾を置いてだな。その他数箇所にサブの爆弾をセットする。で、このメインが爆発すると電波を発してサブも爆発するって仕掛けだ。へえ。こう説明すると簡単そうだが、技術的にはかなり高度だそうだ。プロの仕事か？じゃなきゃマニアだな。マニアっていや、お前美女カードマニアらしいじゃねえか。誰から聞いたか嫌な噂だ。さすが特務課様々だ。製造元教えてやるよ。え？垂れ込みがあってな。だが美女カードは俺の管轄じゃねえ。坊やにやるよ。これで貸し借りなしだ。いいな。メールで送る。
楽しみにしてな。私ってブス？あ？どうして私カードにならないのかしら。悩んでも顔は変わらないよ。報告書提出してください。出かける。お邪魔します。ん？へえ、結構可愛く写ってるな。惜しいのは後ろの風景がうちのビルってところだな。薄汚ねえから。ああ、あんな下品な看板なくなってせいせいしたけど。プロの仕事か？じゃなきゃマニアだな。こいつが。エジムンドか。爆弾魔と次のターゲットが判明した。ビル内の人間を外に避難させろ。何ですか、いきなり。爆弾が仕掛けられてるかもしれない。嘘。この瞬間、爆発物が仕掛けられる。住民は直ちに避難。繰り返します。住民は直ちに避難。大輔、何やってんだ。だって早く行け。大輔も。俺は爆弾を探して解体する。ダメよ、一緒に逃げなきゃ。男は家を守るもんなんだよ。爆弾を仕掛けて一番効果的なのは。やっぱりここかよ。だよな。マニア野郎が。トラップか。まったく手の込んだことしやがって。死ぬのか、俺。ジェイ、離れろ、大輔。ジェイ。ダイ。行きましょう。休むのなら事前に書類を提出してください。昨日の疲れがどっときてさ。熱があるんだよ、熱が。はあ、知恵熱だなこりゃ。ちゃんと明日書いてくださいね。机の引き出し開けてみた？なんでよ。プレゼントじゃな。もしかして。もう、せっかく可愛く写ってるのに。
今日の午前10時20分に逮捕されたサウスエリア連続爆破の容疑者は先ほど全ての容疑を認めた模様です。容疑者はサムエル小林34歳。小林は今市民の間で流行している美女カードと呼ばれている。はい、アウローラです。今いません、ごめんよ。こんにちは大輔、 J から聞いたわ。いい、男は最後まで諦めてはいけない。忘れてはダメよ。お疲れ様、ナイスガイ。あのバカ命乞いしやがったぜ。死に際まで金塊を掴んで離さなかったな。俺たちを信じるなんてバカな野郎だ。あるわけねえのによ、この世界に信じられるものなんてよ。まったくだ。もし信じられるものがあるとしたらてめえの力だけよ。ウサギ、俺のウサギを知らないか。俺のウサギだ。オオカイ。ウサギは裏切り者に連れ去られた。お前たちと同じ人の顔をしたケダモノに。獣人ボマ。死ねよ。ボマ、この金塊はお前にある。だから最後だ。俺のウサギを知らないか。待ってくれ、俺はウサギなんて女知らねえよ。消えろ。ウサギ、どこにいるウサギ。噂？あら知らないの？ウサギを探してる狼男の噂。狼男？そう、狼男。彼はね、ウサギはどこだって聞くの。そしたら生きてはいるがここにはいないって答えないとその狼男に殺されるんだって。ふーん、おかしいでしょ。都市伝説みたいなものだと思うけど。あいつのことか。第二はすぐ分かっちゃうんだね。彼もっとたくさん詩を書けばいいと思うの。ギャンブルなんかしないで。またかよレナ、はっきり言うけどさ、私もう行かなくちゃ。人手不足の小さな銀行だから。じゃ、横領すんなよ。はぁ、あの男だ。この間10連勝してがっぽり稼いでいったやつですよ。ああ、八百長だって客が騒ぎ出した時の。他人の強運を妬むなんて浅ましい奴らですね。所詮ギャンブルと血でしか熱くなれない奴らなんてバカなんだよ。命を断ち切る一発の弾丸、運命を握るルーレット、次なる運命をかけるものを。
さあゲームを始めようか。またヴァンパイアの気まぐれか。ヴァンパイアなら大丈夫じゃないの。12発の弾丸からたった1発の本物を引き当てる確率なんて誰がやっても同じですよ。インテリは黙ってな。確率的にはより危険な状態ではありますが、ヴァンパイアに渡しとけよかったよ、この幸運のダイスを。降りろ。ビビってんのかい。その弾は当たりだ。そっちこそ当たりだ。僕のも外れ。賭け金は10倍で払い戻す。今のゲームにかけた皆様には一律賭け金の10倍を払い戻しましょう。我らレオネリはお客様たちとのお約束は必ず果たします。お前がボマだろ。探してたんだよあんたをさ、ボマ。見つからないはずだよ。ホログラフィーマスクで人間の顔なんだから。ねえ見せてよ獣の顔。要件は？僕のゲームに参加しない？ゲーム？マシン狩りだよ。ヒートガイって知ってるかい？都市安全管理局がね、超法規的処置で作ったマシン。マシーンを狩る。あんたも嫌いだと思うからさ。バカな人間どもだけでいいんだよこの街は。それにね、マシーンと仲良くやってる奴がいるなんて吐き気がする。だからさ、ぶっ壊してよマシーンを。面白い。そのマシーン俺が狩る。数ヶ月の間にこんなに殺されてるのか。 G ランクの凶悪犯ばかりだ。殺されても仕方ない奴ばかりが狼男に殺されたってわけだ。あ、獣の顔にする刑罰がある町があるんだよな。都市マグナガリアだ。マグナガリアでは死刑は廃止されている。
しかし刑期100年以上の凶悪犯は DNA 操作と外科的治療を施され獣の顔となる。獄中死ぬまで己の犯した罪を悔いさせるために。獣の顔を持つ者はこの樹洞にもたくさんいる。へえ、俺は見かけないぜ。奴らは人目を避ける。そりゃそうか、脱獄犯だもんな。やっぱりスラムに行くしかないか。ディグ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 。太陽からボーマン心臓を守るには地下を流れる世界電波を流れ続けるしかないのです。どうも。本当狼男だぜ。わびていた。奴は危険だ。 DNA 特異強化処理を行っている。ジェイ、確保しろ。了解。やべ、ジェイ引け。逃げたか。よかったわね、ジェイ、綺麗にくっついて。アンは優秀だ。そうね、博士は優秀だもんね。あいつジェイが来た時待ちわびていたって言ってたよな。お前を待ちわびていた。だなるほどね。何を考えている。あの狼男は俺をおとりにしてジェイを狙った。おとりか。詩人くん、できたかい？はい。読んでよ。よかったら借金チャラにしてやるからさ。街は今日も流れ、孤独な俺を苛む。うおうおう、生きてるかい？チュルチュチュ、真実かい？俺の孤独が聞こえるかい？一回死んでみる？すみません、許してください。もう一度書けよ。でもさ、僕が気に入らなかったら。ボマ、逃げよう。ボマ、ジュドだ。ジュドに逃げよう。ボマ、ウサギを。彼女は俺が後から連れていく。港で落ち合おう。ウサギは無事なのか、ブラッド。安心しな、ウサギは先に旅立ったよ。ブラッド、裏切ったな。あんたが好きだったよ、ボマ。もう一度ダイを騙せば、この人のギャンブルの負けを帳消しにしてくれるんですね。いやいやいや、おうおう。俺は人を許さない。そうだ、ボンベイファクトリーの13番倉庫だよ。じゃあね、ボマ。できた？はい。旅人は行く、広がる海原に命を滑らせ。旅人が行く、ビュービューと潮から行く風に肌を洗い、照り返す水面をチャプンチャプンと進む。はい、次どうぞ。もう勘弁してください。
僕はね、お前みたいなやつが世の中で一番嫌いなの。わかる？人のおこぼれでヘラヘラ生きてるお前みたいなのがさ、金もないのにギャンブルなんかするんじゃねえよ。才能もねえのに芸術家気取るなよ。お前なんて誰も相手にしてないってこと早く気づけよ。ボンベイファクトリー？そう、狼男が13番倉庫にいるのを見たって。サンキューレナ。どうだ、ジェイ。フロア平面部には誰も存在しないだろうな。はめられたな。胴体探知。あ？ゼロ方向。ジェイ！ジェイ！ジェイ！可視制御回路にダメージを受けた。動けない。俺たちに何の用だ？そのマシンを破壊する。おいおい、そんなにでかい剣を持ち歩いてると銃刀法違反でおまわりさんに捕まるぜ。ホロマスクだったわけかよ。やっぱりね。クソ。ラスト一発。生身の人間にしてはよくやる。ガキの頃からじいさんに仕込まれてるんでね。殺すには惜しいやつ。この場から立ち去れ。ならば命は助ける。断る。なぜマシーンにこだわる？相棒なんでね。マシーンなら裏切らないか？それは違うな。プログラム次第で敵にも味方にもなるけどね、マシーンもイレギュラーを起こすんだよ。何をやらかすかわからないから面白いぜ。面白い？それ自身がカオスなんだ。人間と一緒さ。ほら、カオスが動き始めた。完了。確保だ、ジェイ。了解。ジェイ。予想以上の能力だ。一つ聞く。なんだよ。マシーンも人もカオスだと言ったな。ああ。その混沌を貴様は楽しむと。そうさ。すべて思い通りの世の中なんて、俺は楽しめないんでね。おかしな奴だ。またいつか会うこともあるだろう。大助アウローラ。行っちゃったぜ。
チャフを撒いた。追跡は不可能だ。念が言ってるね。俺は降りる。僕たちを敵に回すつもり？その気はない。チッ、ゲームオーバーだよ。ヴァンパイア、お遊びはほどほどに。これから忙しくなりますからね。できた。クレア様、今度のは気に入ってもらいますよ。クレア様？なんだ、まだいたの？あっ！帰ろう。ウサギ、どこにいるウサギ。ごめんね、ダイ。ったく、死ぬところだったんだぜ。